それで写真花嫁さんの話で、夫に会った後の話をしてうん、くれそましれたはよね。ね、写真が違ったっいていうろこいろあっと。て、あれはね、船が着くでしょ。ええ。そうすると、一生懸命たもとの中からね、写真出してこう比べてみ見るでしょ。あの人顔はように撮るが、だいぶ年やね、いう人が多いかったよ。若い時に写真送ってる。それからね、うちの寺尾がまた物好きだからね、ちょっと僕見てあげましょう言うてね、で写真見た。これはね、30になるかならん時の写真で、今の顔はあんま50出とるね。 そしたらそんなの上がるんだけどね、その場に富士ホテルがある、今でもありますけど、あるかね。そこへほとんど写真に結婚して泊まりよったら、その場に泊まらんとシャーッと逃げてしまう。でもその花嫁さんたちは大体20代前半になりますよね。しようがないじゃん、年を嘘を言って。こっちのおる人嘘を言うんだけど、嘘を。50になっとってもまだ30とか20代とかいうように言うて、写真結婚で若い時に写真送っとる。どう思い見りましゃた？若い写真よね、顔はよく似てる。でよくて寺はね、物好きだからね、ちょっと僕見てあげよう言ってみたら、あっちから3番目のがようにいとるが、今どう見てももう50近いね、あの人は。この写真見るとまだ30そこそこに見えるかって言うて、あのそうです。それからその晩富士ホテル上がってて逃げてしまう。